みんな、こなじり。今日の動画では、1989年から1998年までの熊野要塞について紹介します。先週の動画では、昔から今までの要塞の大まかな変遷を紹介しているので、そちらも見てみてね。寮に残っていた最古のパンフは、1989年でした。でもパンフに載っていた挨拶文に、例年の要塞は、という言葉があったので、この年が初めての要塞というわけではなさそうです。ソフトボール、ドッジボール、卓球などのスポーツ企画や、ケーキ作り、全寮コンパ、仮装でも、麻雀大会などが行われていたみたいです。2番目に古いパンフは、1992年でした。1989年にも行われていたスポーツ系の企画や、ケーキ作り、全寮コンパの他に、肝試し、蹴鞠などが増えていました。時計台コンパも1989年にはなかったけど、1992年には行われていたみたいです。1989年の仮装デモは、仮装行列に名前が変わっていました。寮や大学内だけでなく、市場まで行っていたみたいです。川下りという企画もありました。この企画の詳細はわかりませんが、今の恒例行事となっているイカダレースの前身かもしれないですね。少し飛んで、次は1996年の要塞を紹介します。この辺りから、ほぼ毎年分のパンフが保存されていました。この年のパンフから、要塞のスローガンらしきものが登場します。1996年のパンフには、常夏の国、熊のより愛を込めて、めくるめくお仕置き要塞96、降りた先生も、と1ページ目に大きく書かれていました。どんな意味だったのでしょうか？気になりますね。解説ページがないので、その意味は当時の要塞の人にしかわかりません。また、この年から今でも行われている AB 等間綱引きが始まったみたいです。これはその名の通り、熊野寮の A 等と B 等の間に綱を渡して綱引きをやる企画です。次は、1997年の要塞です。1997年のスローガンは、逃げちゃダメだ、圧倒的な一生瓶、熊野要塞97、堕落の限界に挑戦、だったみたいです。熊野寮にはお酒が好きな人もたくさんいるので、そういう人が考えたのかもしれませんね。そういえば、寮内でたまに聞く言葉に、酒の一滴は血の一滴、というものがあります。あじりにこれを教えてくれた人は、それぐらいお酒を大事にしていて、お酒が苦手な人に無理やり飲ませるようなことはしない、むしろそんなことしたらお酒がもったいない、と言っていました。寮内でも、無理にお酒を飲ませようとする雰囲気はないと思うし、もしそういうようなことがあれば他の人に相談もできるので、お酒が飲めない人も安心して熊のように入寮して、いろいろなイベントに参加してみてください。次は1998年です。1998年度熊野要塞のスローガンは、ノーフューチャー。先生、こいつら、肉ばっか食ってます。でした。関東にこのスローガンに関連する挨拶文が載っています。夏の耐え難い暑さは、いつしかか柔らかな秋風に変わり、それもあっという間に吹きすさぶ寒風になった。季節は巡り続けていく。一つの目標に向かって熱く過ごす日々も、ぼんやりと流されていく日々も、結局ハイスピードで過ぎ去っていく。僕らがやりたいことをやれる時間か、あとどれくらいあるのかなんて知らない。だけど今なら、確実にできることは確かに存在している。ノーフューチャー。当てにならない明日より、今この瞬間を輝き続けたい。一人で悶々としてるなら、みんなで何かを探してみませんか。最初の一歩は、ここにある。とのことです。長いようで短い4年間プラス妊娠、留年、休学、その他もろもろ、せっかくなら楽しみたいですよね。熊野要塞は、大学生活を輝かせる、とっても良い思い出になると思います。1998年の要塞では、これまでにも行われていたような企画の他に、みんなで献血ルームに行く企画があったみたいです。社会貢献ですね。今日の動画では、1998年までの要塞を一気に紹介しました。来週は1999年から2003年ぐらいまで紹介する予定です。お楽しみに。ここまで見てくれてありがとう。それじゃ、今日はこの辺で。おつあじり。